世界のルールを無視するような行動で各国から批判を受けている中国。専門家はその行動に驚きを隠せないようだ。5月上旬、世界の海洋関係者に大きな衝撃を与える事件が起きた。中国山東海峡に所属する37102という番号の船舶がベトナム海上警察の船舶に衝突し、その映像が公開された。中国側はベトナム側がぶつかってきたと主張しているが、映像を見る限りそうは思えない。この船は全長 63.5メートル、軍事転用も可能とされる最新鋭警備船だ。こうした公船と呼ばれる政府所属の船同士は原則物理的な接触を避けることが世界の海のルール。なぜなら公船同士の衝突は外交交渉を飛び越えた戦争に近づきかねない行為だからだ。公船の衝突は国境警備隊の撃ち合いに等しい。しかも中国の船は銃座を上に向けていた。これは威嚇射撃の準備で、次は実弾を発射するぞという意思表示に受け取られかねません。海上安保が専門の山田義彦東海大学教授は驚きを隠さない。これでは長年海の仲間たちで積み上げてきたルールが意味をなさなくなってしまう。相手を困惑させ反発を招く常識外の行動は海だけにとどまらない。5月24日中国の戦闘機が日本の哨戒機に距離50メートルとされる超接近行動をとった。日本の自衛隊関係者は語る。冷戦時代のソ連でもやらなかった。極めて非常識な行動。向こうは対空ミサイルまで装備していたのだから寒気がした。